こんにちは。よろしくお願いします。上町の石山町長は先月28日に就任して以降初めてとなる定例記者会見に臨みました。その中で石山町長は町内で計画されている風力発電事業について改めて反対の姿勢で取り組む意向を表明しました。なんか住民理解というのは得られないというような状況と私は理解しています。今後建設ということに関してはやはり私はですね、引き続き反対の立場で意見を言わせていただいている次第です。石山町長は風力発電反対を掲げて初当選しました。今月12日から始まる町議会の定例会で所信表明をすることになっています。